出身地の広島県から出馬したが、知名度を生かしきれなかった。広島3区の塩村彩香氏、39無所属は、都議時代の14年、男性議員からセクハラヤジを浴びせられ、一躍有名人に。7月の都議選をスルーし、満を持して国政に打って出た。もともと、民進からの出馬を予定していたが、無所属で立候補。希望からの出馬を期待していたようですが、それが叶わず、あれよという間に立憲民主からも出られなくなった。風を読み誤って、流れについていけなかったところはあります、関係者。選挙中、自身の SNS で、怪文書が大量に巻かれたり、郵送されたり、ポスティングされたり、ネットで人格攻撃を受けたり、汚いことをする人たちが、政治の世界には多いということですね、とつぶやいていた。